ブラジル代表でのバルボサ・リアンドロ・バルボサことリアンドロ・マテウス・バルボサは、ブラジルのサンパウロ州サンパウロ出身のバスケットボール選手、NBA のフェニックス・サンズなどに所属していた。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード、192センチメートル、91キログラム、NBA 入り以前は、ブラジル国内チームであるパミラスやバウル・ティラブラでプレー。年には、ブラジル代表として、 世界選手権に出場し、2006年には日本で開催された同大会のために来日している。2003年の NBA ドラフトにて、サンアントニオスパーズより一巡目28位指名を受けるが、直後にフェニックス・サンズにトレードをされる。バルボサが NBA で本格的に頭角を表し始めたのは、サンズにスティーブ・ナッシュが移籍してからであった。 ナッシュが移籍した2004から2005シーズン、サンズはリーグでも最弱クラスのチームから最強クラスのチームへと生まれ変わった。サンズの今後は MVP のナッシュを休ませるためのバックアップガードにかかっていたが、バルボサにその期待が寄せられた。ナッシュが加わることによりもともとサンズのお家芸であった。ランガンオフェンスにさらに磨きがかかり、ロングシュートを中心とした。 ハイスコアゲームを展開するようになったサンズに、バルボサは完璧にフィットする。まずは、シューターとしての才能を開花させ、2005から2006シーズンは3ポイントシュート成功率でリーグ3位にランクされた。持ち前のスピードも活かされるようになり、正確なロングシュートと素早いカットインを武器に、2006から2007シーズンには、チーム3番目となる18.1得点のアベレージを残し、 n b a シックスマン賞を受賞した。2010から11年シーズンは、トロントラプターズへ、ヒドターコルー、ドーエイン・ジョーンズとの交換で移籍。怪我に苦しみながらも、1試合平均13.3得点を上げた。2011年、NBA ロックアウトの影響で、故郷ブラジルのチーム、フラメンゴバスケットボールでプレーする。2012年3月、インディアナ・ペイサーズに移籍。 2012年10月、ボストンセルティックスに移籍した、2014年9月14日、ゴールデンステートウォリアーズと契約、67勝15敗とチーム史上最高勝率を記録したウォリアーズのベンチ陣を支え、自身初の NBA ファイナル出場、見事に優勝し、前年サンアントニオスパーズでチャンピオンに輝いた、ティアゴスプリッターに続く、ブラジル人。 NBA 選手の NBA チャンピオンに輝いた2016年7月6日フルスのフェニックスサンズと2年800万ドルで契約したが2017年7月2日に解雇されたありがとうございます